皆さんお待たせしました。これからですね、このクルーズ事業でですね、どのようにして、自分たちのこの私のいちごの事業であったり、皆さんの仕事であったり、それがタイトルにも、イベントのタイトルにもありましたように、集客から解放されてですね、この国内の中で豊かに生きていく方法、集客いらずというか、この人口が減っていく国で、いかにして自分たちの事業を豊かにしながらも、経済を発展させながらやっていけるか、その手段をですね、私は4月30日、1年前に聞きまして、それからチャレンジを始めました。で、こちらにいるキキマナちゃん、後ほど紹介いたしますけども、たくさんの仲間と話してですね、今、いちごの事業をベースに、いちごの事業を今後も継続して発展させながら、そして人口が減っていく中でも、それを希望を持って楽しくやっていける方法として、このクルーズの事業を取り組むことが非常に理にかなっていることが分かりました。それで、今回、皆様に1年間やってきた結果ですね、今どのようになったか、そして仲間の中に実際にもクルーズに乗ってですね、残念ながら日本は今まだ走ってないんですけども、アメリカの方で実際に乗ったキキマナちゃんのですね、レポートも一緒に添えてですね、お届けしたいと。実際に、彼女も、日本で暮らしてアメリカで数年経つんですけども、世界中でこのクルーズの事業が流行ってる、実際に乗った、それを自分の仕事と別にですね、このクルージュの事業と自分の仕事をこう合わせることによって、これから自分の人生がどんどん良くなっていくんだなっていうのを実感している仲間がどんどん増えてます。そのエッセンスをですね、今日味わっていただければなと思ってお伝えいたします。改めまして、竹下博次と言います。いちご農家をベースにやりながらですね、このクルーズ事業を自分の経済基盤、固定費をですね、賄えるだけの経済基盤の確立に使いながらやっていこうとしているいちご農家です。で、ちょっと今からキキマナちゃん、ちょっと実際に自分で自己紹介をしていただきますが、はい、マナちゃんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マナキキと申します。アメリカのペンシルベニア州という東海岸におりまして、日本からアメリカに移ってきたのが2018年ですね。3年半ぐらい経つんですけれども、私は普段通訳ですとか、英会話の講師をしています。で、やっぱり、このクルーズに出会ったのが、竹下さんの2ヶ月後ぐらいですね。夏ぐらいだ、去年の夏ぐらいだったように記憶してるんですけども、クルーズって、アメリカで結構乗ってる人がすごく多いんですね。私の家族、義理の家族全員乗ってます。で、全人口を見渡してもやっぱり5人に1人ぐらい乗って、8割ぐらいがリピートしてるっていうぐらいすごく大きな産業なんですね。で、やはり日本にこれから入ってくるっていうふうに言われてますけども、アメリカで流行してるものって必ず日本に入ってくるんですよね。そういったそのことをね、今日私がと乗ってきた体験も含めて皆さんにお伝えできればなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。私自体はまだ乗ってないんですけども、乗ってる方々の話とかだけなんですけど、実は船の乗り方をその説明する回じゃないんですが、商材としてこのクルーズの乗り方、このクルーズに乗るっていうことが商材なんですね。で、それを誰でも扱えるっていう仕組みがあって、私も最初は自分が乗りたいのと、あと両親、70過ぎた両親がいるので、家族旅行にという思いがあって、最初はユーザーとして。ところがよくよく話を聞いていると、これは商材として、売れる商材としてすごく優れてるなということが分かったんですね。その商材についてどうかと、実際に彼女が乗ってきました。ちょっと画面を共有しながらですね、実際にクルーズってどのぐらいの規模で、どういった雰囲気なのか、彼女に説明をいただきます。じゃあ、まなちゃん、画面共有をお願いします。はい。よろしくお願いします。私はですね、カリブ海というところに、今回は行ってきたんですけれども、日本が、今ちょっと右端に日本がありまして、
太平洋を渡って、アメリカを横断してカリブ海、ここですね、地図で言うとですね、よいしょ。はい、日本からピューッとマイアミまで飛びまして、こちらのフロリダ州ですね、フロリダ州マイアミからコスメルというメキシコのところまで行って帰ってくるっていう、こう4泊5日のクルーズの、あの船に行ってきました。で、今日は先ほど竹下さんも申し上げた通り、確かにそのクルーズの、体験について私はお話しさせていただくんですけども、これが皆さんにとって商材としてどうビジネスに生きるかっていうのを感じ取っていただきながら見ていただけたらいいかなというふうに思います。で、竹下さん、これから私がこの旅がどんな感じだったか、もうご説明しちゃっていいですか？はい、実際にちょっとじゃあクルーズの中身の画像とかも含めて、はい、はい、ご紹介お願いします。はい、ありがとうございます。旅程としましては、まずマイアミから出港いたしまして、そこからアメリカ最南端のキーウェストというところに、停泊、このお船で停泊します。で、それから、その次の日3日目にメキシコのコスメルっていう島があるんですけれども、そこに、停泊しまして、こちらでも8時間ぐらい停泊してたような規約があるんですが、で、その次の日が、シーデイといって、もう丸一日船で過ごす日ですね。結構クルーズっていうのは、いろいろ各所移動するんですが、大体旅程の中に1日か2日ぐらい船の中で丸一日過ごす日っていうのが含まれていて、まあ、私の場合はこれが最終日の直前だったんですけれども、4日目にありますと。で、5日目にマイアミに帰ってきたっていう形です。で、私はですね、ここがマイアミなんですが、私が住んでるのってちょっと北の方にあるんですね。なので、当日じゃない、ごめんなさい、前日にですね、フライトで、マイアミに飛んできまして、これですね。フライトで飛びまして、全泊をして、船に乗りました。なので結構ですね、アメリカの人たちも、遅れたらやっぱり飛行機遅れても、やっぱり船って行ってしまうので、全泊することをやっぱりおすすめかなっていうふうに思います。で、ここからですね、皆さんに、こう、ちょっと素敵なところをお見せしたいんですけども、これがですね、音聞こえます？ちなみに聞こえる。あ、これがターミナルです。さっき左に見てたのが、カーニバルコンクエストというので、この奥にあるのがディズニークルーズですね、うん、なのでこうやって後でお見せするんですけども、こうやってもね、縦列駐車、もう船の縦列駐車ですねっていうのがやっぱりすごく印象的でした。で、こちらがですね、私が乗った船です。竹下さん、この船何階建てだと思いますか？何階建て？はい。何階建てくらいの高さだろう、これ。1、2、3、4、5、6。これで15、6階ぐらいある。まあそうですね、12階ぐらい。はい、そうですね、あります。で、人がいるのが、まあ大体5階ぐらい、より上ぐらいのところなんですけども。4階ぐらい、あ、まだ、で、3階がロビーになってるんですね。で、客室が5階ぐらいから始まる、5、6階から始まるっていった形で。で、こちらが、ターミナルになります。エアポートのような、まあ、ホテルのような、こう、すごいチェックインカウンターがバーってあってですね。ここで、日本の皆様も、もうパスポートがあれば乗ることができますので、簡単にチェックインができます。で、こちらが、このターミナルから船に乗るまでの、はしごじゃないんですけど、ね、乗るところ、タラップになってます。こうやってね、乗っていきます。で、それに乗っていただきますと、まずこういう景色が待ってます。ここで、ここロビーなんですけどね、ロビーで皆様最初ちょっとくつろいだり、すぐにお部屋入れないんですよ。チェックインが3時なんですけど、船自体はもう午前10時から早い人は乗れるので、まあ、こうやっていろんな施設の中でこう楽しんでいただくっていう感じですね。これが、一応この船の概要になります。で、こちらが、
3時ぐらいのこのチェックインになりますと、お部屋に行くことができます。これ私は6階の433号室っていうお部屋で、オーシャンビューのお部屋に泊まりました。で、ここに封筒があるので、自分の名前をですね、確認していただいて、で、開けるとですね、こういうカードキーが入っています。で、私がこれ上なんですけれども、初めてカーニバル社の船に乗ったので、青いカードなんですが、リピーターになってくると、こうやって VIFP クラブって言って、このね、赤いカードもらえるようになります。で、これでですね、入隊士とか全部管理して、でも私も今、こうやってお守りみたいにこう持ってるんですけども、これもらえるので、すごく思い出になります。で、皆様が気になられている、オーシャンビューのお部屋の様子がこんな感じですね。ベッドは大きいキングにするか2つこうやってシングルに分けるか選ぶこともできます。で、ソファーベッドがあって、でこちらがその夜もしその4人で3人とか4人で乗る場合にはこちらを夜ベッドメイキングの方が毎日自分の専用の人がいるので、ここをベッドに毎夜してくれます。ルームキーパーさんね、来てくれます。で、毎日清掃入ってくれるんですよ。なので、出かけてる間に毎日綺麗になるんですね。うん、すごいね、ホテルと一緒です。で、こちらが、ちょっとしたデスクで、なので、ここで、お仕事、後でね、お見せするんですけども、デスクでお仕事することもできますし、テレビあります。テレビにあって、どこに自分の船がいるのかっていうのを見たりして、あ、なんかちょっと今、キューバが近いなとか言って、キューバね、ちょっと見えるので、ちょっと見に、デッキに行って見に行ったりとかすることもできます。あとは冷蔵庫ですね。後でお見せするんですが、もうやっぱりこう、食べきれないほどの食べ物が出てくるんですよ。なので、ここにね、保存しておけるっていうのはすごくいいですね。自分の食べたい時に食べれるって。すごく、いい環境です。で、あとはバスルームも普通についてます。ですね。洗面所があって、お化粧室があって、とシャワールームがあってっていう感じですね。で、こちらが、バルコニーですね。もうね、窓からやっぱりこう海が見えるのってすごく開放感あっていいなっていうふうに思いました。で、これがオーシャンビューのお部屋なんですけども、大きく分けて、お部屋って4タイプあります。一番、グレードが低いところだと、内側客室。インサイドっていうのがあって、で、それがこのお写真ですね。もう本当になんかビジネスホテルっていう感じです。もう全部あるものは一緒で、で、収納も大きいものありますので、スーツケースとか入れていただけますし、全然快適に過ごすことができるなっていう風な印象でした。で、あとは窓はあるけれども開かないっていうようなオーシャンビューもありますし、さっき3つ目、さっきお見せしたオーシャンビューじゃなくて、バルコニーもありますし、で、4つ目スイートっていうお部屋もあります。はい、じゃあ竹下さん、次質問です。この船には何個のお部屋と何人が乗れますでしょうか？大きさでしょう、あの大きさでしょう。そうです。これ、4000人ぐらい？この船はですね、2980人、だいたい3000人ぐらいです。ああ、3000なんだ。3000人。で、1500のお部屋があります。ああ、そう、そうか、そうか。ツインだから。はい。そうです、そうです、そうです。で、今はですね、私これ実際フロントに行って確認したんですけど、もうね、キャパシティ制限ないんですよ。なので、はい、今まで COVID、コロナウイルス、関係で、6割のお客様しか乗せられないとか、7割のお客様しか乗せられないとか言って、それで、制限してたんですね。なんですけど、今はもう満席になるまで販売しているので、で実際ね、やっぱり、
行ってみたら分かるんですけど、やっぱりすごく人います。あとで、またこれもお見せするんですが。なので、すごく今、日本ではね、なかなかこう、どうなのっていうふうに、聞かれる日本の、方からの質問多いんですけども、アメリカは、もうすでに、もうクルーズ、もうみんな乗りたい乗りたいっていう感じで、なので、もう商機としては、もう十分回復しているかなっていうふうに私は思います。で、こちらが2日目、起きたらこの景色が待ってたんですよ。そう、もうね、ここのアメリカ最南端の、キーウェストっていうところなんですけれども、これがターミナルにドッキングして、ここからこうやって降りていくんですが、で、ヘミングウェイの、お家ですとか、もうすごく南国のね、雰囲気のところで、よいしょ。こうやってね、トロリーに乗ったりとか、いろんな観光手段が結構あるので、ツアーでこういうのを申し込んで、いろんなところで回るっていうのも一つあります。あとは、そうやって、こう、いろいろ、スキューバダイビングですとか、シュノーケリングですとか、そういうのもありますし、逆にそういうビジネスをやられてる方だったら、自分で、ツアーを組んで、行くっていうのもいいかもしれないですよね。皆さんで行って、その時間に、こうやってね、エクスカージョンって言って、船の外に出て観光する時間があるので、そういったところで自分のオプションを、ね、ツアーを組んで、ね、こういうビジネスをやっていくっていうと、バケーションをしながら仕事もできるっていう感じなので、すごくそういう旅行関係のお仕事をされてる方とか、保育、体験型の、お仕事をされてる方には向いてるかなというふうに思います。で、次が、そうですね、このね、雰囲気。で、これさっきも言った通り、最南端の、場所っていうスポットがあるんですけど、みんなでね、写真撮り合ったりですとか、これがさっき言ったヘミングウェイのお家なんですけど、こういったところ観光できたりとか、ね、ビーチサイドすごく綺麗な雰囲気があります。でね、本当に海がすごく透明度も高いですし、すごすくごいね。綺麗な街です。で、これはね、私たちの仲間の清水美香さんもおっしゃってましたけど、やっぱこの海のね、色が場所によって違うんですよね。同じね、地ああ、域で本もね。当。そう。それがね、すっごく印象でした。やっぱり浅いところに行くと、エメラルドグリーンのようなグリーンがあって、で、やっぱりちょっと船走らせると、だんだんこう濃い色になってくる。ね、すごく綺麗な街でした。で、ここね、ちょっと人が、この島の上にも人がいるんですよ。住んでるんですよ。ね、すごくね、面白いなというふうに思いました。で、その次の日が3日目で、メキシコのコズメというところに行きます。で、これがですね、でかいね。そう、これがですね、MSC の船ですね。MSC の船が私たちよりも30分ほど先に、入港してるんですね。で、ね、この船と、で、この横に私たちが乗ったカーニバルコンクエストがあるんですけど、こうやってね、もうたくさんの船がドッキングされてるんですよね。だからね、改めて、やっぱりこのクルーズっていうのは、もうまた動き出したんだなっていうふうに思います。で、そうですね。もう、で、このエクスカージョン、今回私たちは、タクシーみたいなところで、こう、2、3時間かけて、いろんなところに回る、ようなところになってます。よいしょ。竹田さん、すみません、業務連絡していいですか？小林さんが入室待機になったけど、どうしようか。小林さん。予定になかったハプニングだけど、許可していい？許可してみましょう。どうぞどうぞ。仲間だし。はい、旅行代理店の実際経営をされている小林誠さんが飛び入り参加されました。予定に あ、全来然る予か定だったな。んだけど。はい、まなちゃん続けてください。はい。はい、了解です。はい。で、ね、すごく綺麗なところの皆様にもね、行っていただけたらいいかなというふうに思うんですが、その次が、先ほども申し上げた通り、こう、シーデイって言って、海の上でね、一日過ごす、日です。
で、もうね、朝起きたらこういうね、朝日が待ってるんですよ。もうね、で、こういうのね、やっぱりこう、見れるっていうのはね、こう、海にいながらだなって、海にいないと見れないなっていうふうに思いました。で、すべての皆様のこのアクティビティっていうのは、船内も含めて、このアプリで管理をします。で、このアプリでですね、船で今日はどんなイベントが何時にあるんだろうっていうのが全部こう表示されたりですとか、今空いているレストランはどこでどんなものなんだろうかっていうのが全部アプリに入ってきます。なので、自分で、このね、この例えば80年代の、DJ さんが音楽を流してくれるこのイベントに行きたいっていうふうに、こう自分のね、中でこうタップ、このハートマークをタップしたらですね、自分のスケジュール帳、アプリのスケジュール帳に、あなたは何時に、ここに来てくださいねっていうのが、全部自分のアプリの中に、マイプランナー、ここに入ってくるようになります。よいしょ。で、お食事もですね、こうやって事前に、メニューをですね、確認することができますので、ね、結構英語、やっぱりこれから習得したいなとかね、ちょっと難しいなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、事前にこうやって見ることで、Google とかでね、調べることもできますので、ぜひね、見てください。で、大体ダイニングっていうのは、2種類ありまして、後でお見せするんですが、着席する、きちんと、こう、一枚一枚、お皿を出してくれるメインダイニングもあれば、上の方の階にあるビュッフェスタイルでいただくこともできるので、その自分の、自分の気分で選ぶことができます。で、私の今回乗ったこのカーニバルコンクエストっていう船は、自分が食べたい時間をメインテーブルで選ぶことができる。メインダイニングで選ぶことができるんですね。通常の船っていうのは、大体その夜のディナーだと、前半、後半組に分かれて、自分でどっちかってこう指定して、毎日毎日同じテーブルで座っていただくんですけども、で、今回のカーニバルコンクエストっていうのは、今から私行きたいわっていうこう自分でこうアプリを操作して、そうするとですね、10分後ぐらいに、用意できましたっていうのが、アプリで通知されるので、それで行くっていうスタイルを選べることができる。そういったね、すごくフレキシブルな船でした。そこから皆さんで、ね、じゃあどんなものをね、船の中でこう食べるのかっていうのをちょっと一枚にしてみたんですけども、こうやってメインダイニングで座ったりするとこういう形です。で、4泊5日の私今回予定だったんですけども、1日か2日ぐらいですね、この船っていうのはフォーマルナイトっていうのが含まれてまして、ちょっとおしゃれをして、男性とかはね、ジャケットとかネクタイとかしてね、で、女性もちょっとドレスアップして、ね、ディナーするような、時があります。で、こうやってですね、大体前菜とメインとこうデザートとかね、すごく出してくれまして、これがメインダイニングで。あと朝ごはんもね、こういうふうに出してくれるんで、いろんなね、メニューを自分の好きな分だけ選ぶことができます。で、よいしょ。クルーズのこの楽しさの雰囲気が伝わるところをメインに行きましょうか。あ、了解です。はい。で、これが、ね、ビュッフェで選べるダイニングのところ。で、こうやってね、みんなで。あとはチョコレートの、チョコレートエクストラバガザンっていうチョコレート好きにはたまらないね、こういうね、チョコレートの、ディナーを、ごめんなさい、ディナーじゃない、ティータイムすることができる場所もあります。で、船の様子ですね、この楽しいところだと思うんですけど、ですね、ちょっとお待ちくださいね。一つ質問ですけど、さっきの食事の風景とかなんとか、皆さん気にな、知らない方、仕組み知らない方気になってると思うんですが、これ全部有料ですか、それとももうその込み込みの値段になってるというか、どういった料金システムになってるかっていうのをちょっと簡単に言うと。ありがとうございます。基本的には全て含まれてます。基本的にはもう全部こう追加料金なしで
食べれます。でアルコールとかは別料金になりますけども、はい、大体含まれていて、でステーキハウスとかちょっとグレードアップしたお寿司とかそういうものを食べたい場合っていうのはご自身で追加料金、うん、で後で精算していただく形になればそういうエクストラの部分もあります。食事に関しては それと食べる、ね、量は個人個人違うけども、はい、まあ、24時間ルームサービスすべてそのいっぱい食べる人もしくはもうそんなに食べない人もうみんな一緒の込み込みで、はい、まあ、言っちゃ悪いけどいくら食べても大丈夫ってやつですよね。そうです、そうです、食べ放題です。もう好きなものを太っちゃうね、好きなだけ。そうなんですよ、後でお見せするんですけど、もう後で汗やっぱりね、こう2キロぐらい太るんですよ、どうしても。なのでね、汗流していただくっていうのがいいかもしれません。誠さんもびっくりマーク出してくれ。はい、でですね、こちらが船のデッキの写真です。大体ね、デッキが 1周回るのに10分ぐらいかかるんですよ。ね、皆さんね、人生楽しむの上手だなって思いました。でプールもですね、大人専用エリアとかありますし、いろんなね、家族連れのそういった場所もありますし、いろんなスタイルで楽しむことができます。あとアクティビティとしてはこうやってショーがあったりカジノがあったり図書館があったり、ライブラリー、ごめんなさい、バーがあったりとか、そういった感じですね。で、さっきも、ちらっと申し上げましたが、本当に太るので、こういったジムやサウナがあります。で、これも、込み込みです。これも込み込み。無料で使えて、サウナも無料。はい。あ、もう込み込みですね。無料ってことですね。はい。はい。ベッドエステとかを受けたいってなったら、1対1のサービスを受けたいと思ったら、それは追加料金になるんですけど、これはもう自分で好きに使えるので、このバッグにちゃんと筋トレできるマシンとかもあります。うんうん、なので、ね、そうやってね、ちょっとこの海の上の日とか、ね、ちょっとこう食べ過ぎた後にこういうの使っていただくのもいいのかなというふうに思います。あとはですね、ショーですね。ごめんなさい、ちょっと。こうやってショーとかもありまして、MSC とかだとですね、シルク・ド・ソレイユと提携してたりするんですよね。うん、そうなので、こうやっていろんなね、そのブロードウェイとか、そういういろんなところに行かなくても、いろんなショーがね、見れるっていうのは、すごく面白い。いいチャンスかなというふうに思います。でこれがですね、医務室エリアなんですけども、ちゃんとこうやってバリアフリーになってますし、どんな人も気軽に利用できるようなふうになっているので、ちょっと これをご紹介しておきます。あとはエントランスですね。こんな感じでこう印刷して、あ、ごめんなさい、演奏してたり、これが6階ぐらいからこうエレベーターがあるんですけど、こうやってね、ちょっと中のホールエリアっていうんですかね、ラウンジエリア、こんな感じになって、こういう中でショッピング限定品とかをね、買うこともできる、お土産にもおすすめです。はい、じゃあ次がですね、この船ですね。さっき MSC の船をお見せしたと思うんですけど、そのこっち側に、その左側に MSC があって、私たちの船がここにあります。で、ここにロイヤルカリビアンの船があります。で、これだけで、だから4隻私見てるんですよね、ここでね、4隻。で、他に、これがさっきの MSC ですね。ヨーロッパの船になります。で、これですね。4隻に加えて、これです。今、メキシコのコズメルに来ています。Let's see!We have Disney Cruise and Celebrity!
ディズニークルーズとセレブリティが横に並んで停泊しています。 This is amazing! Wonderful! すごい光景だね。そうなんです。これね、これで合計6席、クルーズ船は確実に息吹を吹き返しています。メキシココズメから以上です。すごく圧巻です。圧巻だね、うん、でこれが、まあ、マイアミかなで、テアクディズニー、ノルウェージャン、ロイヤルカリビアン、そう、これがね、船の縦列駐車の場面です。で、こうやって船とつね、すれ違うと、みんなで、ちょっとね、行ってらっしゃいみたいな感じで、みんなでね、ちょっと送り出し合うんですよね。それがね、すごく印象的でした。で、ふーって言いながら、ね、みんなでね、やっぱりすごく大きいので、それぞれが。これが一番インパクトあった、今までの映像。本当ですか？映画の中みたい。そうですね。そうです。これが出航した時のね、船とのね、そうそう、別れですね。はい。で、これ、あとは、バージンっていう会社の船にも出会いました。なので、そうなんです。もうこれね、本当に他の方がね、佐藤さんおっしゃってたんですけど、マンションみたいですよね、これだけ見ると。マンションしか見えない。もう本当に大きい船なので、皆さんね、いろんな船楽しんでいただきたいなっていうふうに思いますし、これをちゃんとね、こういう世界があるんだよってことを皆さんにビジネスチャンスとして伝えたいなというふうに思います。そうですね。なので、まあ、いろんなね、tips あるんですけども、あとは、やっぱり、このね、船はやっぱりだいぶ最先端になってまして、中にインターネットがあるんですよ。なので、いつでもつなぐことができます。なので、これ私、ズームしてるんですけど、ズーム撮ってるんですけど、こうやって会話することができます。なので、経営者さんの方とかも、会社員、ごめんなさい、社員の方に、なんかこう、こうして、ああしてとか、そういう業務連絡をすることもできますし、なんかミーティングがあったらそこから参加することもできますし、本当にですね、シーケーションといって、このワーク・ライフスタイルっていうのがすごくね、これから変わってくるなっていうふうなことを実感しました。これ、今動いてるじゃないですか。はい。船酔いする人って気になると思うんですけど、私も船酔いするんですけど、揺れてるか揺れてないかっていう画像って、はい、あります、あります、ここにあります。じゃあお見せしますね。はい、これが現実ですよね。今、クルーズシップの上におりますが、船はとても滑らかで、全く揺れません。動いてるのは感じますが、特に揺れてる感じはありません。現場から以上です。本当に揺れないんですよ。で、私すごく三半規管弱いんですね。打ち明けると、で、車酔いもすごくする方なんですが、でも船では一回も酔わなかったんですよ。で、動いてるのは本当に前に進んでるのは感じるんですけど、横揺れですとか縦揺れとかが全然しないので、すごくね、安心して過ごすことができます。うん、全然そういうね、なんかこう、心配とかしていただかなくて全然大丈夫かなというふうに思います。はい。まあ、この船酔いの問題とか、あとはその食事の料金とか、なんとか、今ね、食事も素晴らしいって、こんだけ豪華な、まあ、いろんなカーとか、カジノとかバーとかエステとかいろいろありますよと出ましたけど、マナちゃん、なんで乗れたのこれ？あ、そうですね、やっぱりこの、まあ、会社名出していいんですか、竹下さん。これはまあ、会社名出していいのかな、はい。マコさん、会社名で出していいんですか？しゃべる分には OK。マコさんがミュートになって。はい、はい。どういった方に対して、このこういうのをセミナーをするかですよね。うん、
まあいいや、実際に、まあ、いいや方には、うん、興味ある方に教えし、はい、はい、あのやっぱりあのそういうね、アメリカのこうあの最先端のこういった仕組みを持ってるあの改正クラブにやっぱりこう私も入会させていただいて、でそこのねポイントで全部あの無料で行かせていただいたっていうのはね、すごく大きなあのポイントでしたね。はい、実際マナちゃんはこれのポイントを貯めて、まあ、会費として毎月毎月納めて、それでポイントを貯めて、そのポイントで行かれた。そうです。ね、はい。で、私は実際乗ってないんですけど、ポイントを今貯めてるところですが、はい。じゃあ、一旦、どこで区切ろうか。もう少し、あの。あ、もうこれで、はい、終わりです。あの皆様にもね、こうアメリカの、はい、あの、じゃあ、どこからね、乗れるのっていうのは、ちょっとここだけ最後のスライドでお見せしようかなと思いました。日本から直行便で行ける港、こんだけね、あの、ありますので、あのメキシコですとかカリブ海ですとかアラスカクルーズですとか、本当にあのいろんなところ、ハワイクルーズですとかいろんなところ行けますので、ぜひ皆さんね、あのこういうものをあの乗ってみたりですとか、またあのビジネスとして提供できる側に回っていただけると、もっとご自身のねビジネスにもあのの発展につながるのではないかなというふうに思います。はい、じゃあ一旦共有解いてもらって、はい、はい、ありがとうございました。今皆様にご紹介しました今このクルーズの中身ですね、この情報をなぜ、今皆さんにお見せしたかっていうことなんですけど、1年前にお聞きした時はただユーザーだったんですよ、冒頭にお伝えしましたけど。でここで今日皆さんにお伝えしたのは、これが100人に話してですね、こんな情報があるよと、これをですね毎月1万円ちょっとの会費なんですね、会員制だから、まあ、学習塾でいうと月謝です。この月謝を毎月毎月、その1万円ずつ納めていくことによって、1万円、100ドルですけどね、1万円ずつ納め、分かりやすく言うと1万円なんですけど、これを納めていくことによって、ポイントが還元されて、そのポイントでマナちゃん、あの、キキマナさんは乗られたんです。だから、まあ、単価的に言うとですね、これはまあ説明会の方できちんといろんなパターンがあるので、説明しますが、まあ、キキマナさんは今回、まあ、約1泊1万円以下ぐらい、のケースですよね、今回は。で、4泊5日で行かれてると。だから私の生活レベルでも、あ、行けるなって思ったんですね。要は、皆さんにお伝えしたいのは、このクルーズに乗りませんかっていう話が一つと、もう一つは、これが売れる商材だと思いませんかっていうことだったんですね。なぜイベントページの冒頭に、集客から解放されて、そして、自分の仕事を輝かせながらゆとり豊かな生活がこの人口減少国家の日本でもできますよって伝えたのかっていうと、これを商材として捉えたんですね。これを映像を見て、じゃあこの今のキキマナさんの実際乗られた姿が日本でも入ってくると、じゃあ日本の文化らしくなかったなって、今日本にこういう映像ないですけども、実際に、まあ、ここに入っている小林誠さんもですね、シンガポールの方で乗られてきてるんですが、日本人です。今、東京にいらっしゃいます。で、日本から今、海外に行かないとなかなか乗れないんですが、これが日本でももう、実はコロナ前は走ってたんですね。私は知りませんでした。で、実際に私も、この6月、9月と、11月と3回乗るチャンス、キャンセルになってます。予約してたんですね。全額返金になってきたんですけども、このコロナが収まった後、なんとこれが入ってくるってことです。じゃあ、なんでそんな24時間ルームサービスで食べ放題で、1泊1万円以下って考えてみてください。1泊1万円以下で3食ついて、そしてエンターテインメント観覧し放題で、サウナもあって、まあ、ジムはちょっと分かんないですけど、プールとかもあって、要は遊ぶ施設も自由に使えて、客室もあって、移動は寝てる間にあちこち動けるわけですね。いちいちパッキングして荷物引きとまとめて別のホテルに行かなきゃいけないっていう、そういう移動がありません。これが商材としたときに、日本でできるかってことなんですね。想像していただきたいんですが、日本で、そうですね、一泊二日で温泉旅行に、これ、温泉さんとちょっとは、あの比較をしますけども、皆さんが家族旅行に行かれるって想像してみてください。
温泉旅行に行くときに、私が家族6人いますけど、連れて行って1泊2日で福岡県内で、もしくは近隣の熊本の有名どこの温泉に泊まったときに、大体どのぐらい使うかってことですね。で、私の中の経験上では3分の1以下の価格で、このボリュームが楽しめました。だからお伝えしたいのは、これが日本に入ってきたときに、これ旅の文化が変わるなって思ったんですよ。で、これを流行らせることについて、そういったホテルグループとか旅行グループとかと戦わせるとかじゃなくて、これが黒船来航だとしたらですね、もう明治の時の文化の大革命の時と同じような状況だとしたら、戦ってもこれどうにもならないぐらい差があるっていうのを調べたら分かったんです。だから一緒に組もうと思ったんです。私いちご農家です。まなちゃんは英語の通訳とか英語の先生とかやってますけども、小林誠さんは旅行代理店、現役の旅行代理店です。この仕組みがアメリカから、いや世界中でも194カ国で走ってますけども、この仕組みが日本にもう入ってきてます。たまたまコロナで止まってるんです。たまたまで、これが再開されて、いいねこれ、いいねこれってなった時に、皆さんどうしますかって。いや、親の遺言でクルーズにだけは乗るなって言われたっていうのは別ですよ。そういった方は別ですけども、私はこれ、100人に話したら、90% 以上は乗るなって思ったんです。ここで大事なのは、日本って人口が減っていくんですね。私もイチゴの販売をしてますし、まなちゃんは英会話スクールやってます。じゃあ、まなちゃんに質問します。例え話です。英会話スクールで、じゃあ今、100人教えてるします。はい。で、まあ、高校の3年間、まあ、日本からの、こう、受講生もいたとして、3年後に卒業しますよね。はい。進学とともに。はい。じゃあ、30人卒業しました。どうします？また30人集めなきゃいけないですよね。はい。30人集めなきゃいけないんですよ。じゃあ、日本で、3割卒業しました。じゃあ3割また入塾してもらいたいですよね。はい。その時に当然なんかいろんなお金かけて広告もしますよね。日本って子供の数って増えてますか減ってますか？減っております。英会話スクールの数は、まあ、維持か減ってるか増えてるかって。もうね、本当に劣等者なんですよ。真っ赤かですよね。はい。そうなんです。だから、日本自体がマスがどんどんちっちゃくなっていって、対象のお客さんというか、まあ、お子さんの教育事業に関することが、お子さんが減っていくっていうことは、塾の数、学習塾の数とかが変わんない。我々仕事続けていかなきゃいけないから、サービス合戦、コスト合戦になっていくのはもう間違いないと。でも日本のね、本当に素晴らしい文化であり、教育の水準だと思うんですね。だから生き残ってもらいたいし、これ旅館も一緒なんですよ。じゃあ温泉旅館とか日本の文化そのもの、飲食店も文化そのもの、これもユーザーが減っていくってなったら、当然安売り合戦になるし、取り合いになっちゃう。今まだ1億いますよね。どのぐらいのペースで減っていくかって、統廃合どのぐらいのペースで進んでるか、まなちゃん知ってますか？1年間にどのぐらいの学校の数が、子供小中学校の数が減ってるかご存知です？でもやっぱり進んでますよね。特にね、地方の方とかはね。うちの小学校もですね、今一クラス7人8人ですけど、年間400校500校の統廃合が進んでいます。へー。都道府県レベルでいうと、一つの都道府県がなくなっていくぐらいのペースで人口が減ってますってなっていった時に、いや今現在まだなくなってはいないけど、うちの父も昭和23年生まれで74歳、なったまだ元気ですよ。まだトラクターやコンバインバリバリ乗ってますよ。ところが入院とかって病気とかになってきた時に、これもう現実、おしゃれも食事も遊びに行くのも減っていくんですよね。体がしんどいってなっていった時に、ガタンとアクティブ人口がガタンと減るのがもう目前だし、いや始まってます。今飲食や旅行や、私もイチゴの販売してるから、だからそのもちろんたくさん売り上げ上げたいからいっぱい勉強してきましたけど、あ、このままじゃいけないなって。それでまなちゃんはじゃあ英語の仕事
英会話のスクールとかやってて、このインあの クルーズの事業をですね、開始されて、はい、マイストーリー。なぜこのクルーズの事業、エージェントをされたんですか？ありがとうございます。私、本当に昔、自分に全然自信がなかったんですよ。なので、すぐ誰かと比べたりとか、あとやっぱりこうね、私、さっきもおっしゃっていただきましたけど、この劣等者の中で戦い抜くって、すごくやっぱりタフなメンタルが必要で、でもずっとそれを維持できるわけでもなくって、すごくやっぱり落ち込む時期とかもあったんですよね。でも、このインクルーズに出会って、この英会話を必要としている皆様に、実際に体験型として乗っていただけるっていうのも、すごく魅力でしたし、それよりも、やはりここにいらっしゃる皆さんと一緒にこう組みながらこうやっていくっていうことが一番自分の自己成長にもつながるし、それが皆様にお届けできるっていうことが日本の社会がすごく良くなるなっていうのを感じたんですよね。なので、今すごくここの環境にやらせていただける、こんなにリスクがもうほぼなしで、こんなにね、チャンスがあるビジネスをやらせていただけるっていうことに本当にすごく感謝してますし、冒頭にも申し上げましたが、こんだけ流行しているこのクルーズっていうものは、アメリカで流行しているものっていうのは必ず日本に遅から早から入ってきますので、時間の問題だというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。今ね、キーワードは、アメリカですでに流行ってると。いや、世界あっちこっちでも流行ってて、はい、アメリカでは文化で、もう文化的にというか、大体こう、普及率として5人に1人ぐらいでしたっけ？はい、5そう人でにす、1人5ぐ人。らい乗ってると。ヨーロッパで10人に1人ぐらいで、まあ、日本の普及率っていう意味では、5000人に1人ぐらいだって言われてるんですね。だから私も全然見たこともなかったし、うちは、内海有明海っていうとこの海にはクルーズなんか浮かんでないし、見たこともありませんでした。博多港はよく泊まったらしいんですけども。ですから、何が伝えたいかっていうと、この文化が日本に流行るのを待つ人なのか、それとも流行らせる側に立つのか、ここが人生の分岐点だと思ったんですね。もちろん、いちごの事業だったり、今、飲食だったり、旅館業だったり、それぞれ皆さん自分の仕事を一生懸命されてる。そしていろいろ学ばれてる。私もマーケティングのセミナーとかでアシスタントをしますけれども、皆さんたくさんセミナー受講されて学ばれてるんですね。自分の愛する家族を守るために、会社を守るために、会社を発展させるためにですね。ただし、決定的な事実は、この国は人口が減っていくっていうことなんですね。それも急激に。だここ数年はまだ大丈夫かもしれない。ただ、先々、このクルーズの文化、このクルーズ船、3000人、4000人入ってきます。はい、もう一回質問します。その3000人、例えばカーニバルクルーズ、今乗られてた船が、博多港に泊まりました。九州博多港に泊まりました。マナちゃんが博多港に泊まりま、あの、停泊しました。12時間休憩時間があります。何します？私は外国人の方をいろんなところにお連れしますね。で、ビジネスにします。ご飯食べたり、太宰府天満宮とか行ったりするかもしれないね、お土産 屋さん。はい。いくらぐらい使えそうです？お土産、やっぱ数万円ぐらい使いますかね、やっぱりね。もうめっちゃ単数で分かりやすく言うと、1万円使ったとしますね、1人1万円。はい、はい。で、家族で、じゃあ2人、ね、夫婦で行ったら2万円使ったとしますよ。じゃあ3000人が1万円使ったらいくらになります？3000万円。3000万円が、要は1回クルーズが停泊するたびに3000万円のそこに売り上げが落ちるとなったら、福岡市長や福岡県知事喜びません？そう、地方自治体にとって、あれ？また来週も来てほしい。また来週も来てほしい。いや、毎日は無理か。毎日でも泊まってほしいって思うのが、この海外からのクルーズ。お客様にたくさん日本に来てもらいたいってなった時に、私はこう思ったんですよ。あ、これは、福岡博多港だけに限らず、まあ、神戸とか横浜港とか有名とこだけに限らず、日本中の港に、この3000人、5000人乗ったクルーズが、来てくれれば、地方自治体の観光業界が潤うって。その結果、温泉旅館に泊まれなくったって、温泉に行きたい、日本の温泉文化を知りたいで、このクルーズ事業と組むことによって、温泉も生き延びる手段になるなって思ったんですね。だから、日本に集客する、観光立国日本に、
国内のマーケットにイチゴを売るじゃなくて、そのクルーズでどんどん海外から来てもらって、そしてその方々に農産物だったり日本の素晴らしい文化を販売することができたら、経済減少国家日本でも集客に困ることなく、このクルーズ事業と組めば日本の文化が輝けるって思ったんですね。じゃあ質問です。例えばお隣の韓国と、韓国に100万人クルーズユーザーがいます。日本がまだ2万人ですと。マナちゃんがカーニバルクルーズ社の社長として、じゃあ日本か韓国かどっちに船を走らせようかなと思った時に、どっちに走らせますか？人口の方、クルーズ人口の多い韓国の方に行きます。クルーズユーザーとしてチケットをいっぱい持ってる韓国の方に行きますよね。なぜ、まあ私やキキマナさんや小林誠さん、ここに3人映ってますけど、みんな今3人同じチームでこのクルーズ事業をやってます。これは日本にユーザーを増やすことによって、クルーズ会社がどうしても利益会社ですから、クルーズユーザーが多いところに船を当然止めます。それはもう当たり前です。だから日本にこれが流行ってないっていうことが、どれだけの機会損失になるかっていうことを経済人的に思ったんですね。経営者として。クルーズを販売してるんじゃないです。クルーズを販売してるんじゃなくって、このクルーズユーザーを増やすことに、増やす仕組みを販売することによって、日本にこの海外からのクルーズ船が止まってくるようになったときに、我々の仕事はより豊かになっていけるっていうことが分かったんです。だから日本で、日本人同士で隣の A さん B さんでマーケティングを競ったりとか、そういったコスト競争をするのではなく、人口が減っていけば減っていくほど、オセロゲームで言えば白か黒か白か黒かって、そういうひっくり返し合いになってしまう社会じゃなくって、日本が一枚岩になって、英会話の先生も旅行代理の小林さんもいちご農家の私も、みんな各業界が日本一枚岩になって、そしてこのクルーズユーザーを増やしましょうと、自分の本業を輝かせながら、そしてこれを伝えていく、こういった SNS とかこういったライブとかを通じて伝えていくことによって、みんなの英会話の仕事も旅行業者の方もいちご農家もみんなが生活基盤のこのユーザーを増やす段階で代理店ですから、営業手数料、営業ボーナスが発生します。これもあって私たちはこの仕事をしています。災害国家であり、もう地震だったりいろんなことがあってますけども、皆さんこの日本がこの資源もない中でどうやってこれから発展していくかって考えたときに、これは使えるなって思ったんですね。そして世界中の人口は増えてます。その増えてた人口の方々に、日本に来たいって思われる日本にしたくないですかって。だから今の日本の仕事を衰退させることなく、私だったら自分のいちごを食べたいっていうお客様だけのために、とことんいちごの事業にこだわって一級品を生み出し、数量限定でもいい、例えば蕎麦屋さんであれば1日限定50食10食でもいい、その10食のためだけに とことん技術を磨いて、予約のお客さんだけに出すとかってやったら、世界中から欲しがられるような自分のこの日本の技術を出していいんじゃないかなって。だって生活基盤はこのクルーズ事業を普及していく仕事で、毎月サブスクリプションって書いてあるのは、毎月100ドル100ドル100ドル納めていく人が、会費を納めてくれる人がいれば、卒業がない学習塾、いかがですか、マナちゃん。英会話の、あの教室でもう、人生ずっとあなたに英語を習いたいと。英語が上手になっても、マナちゃんから英語を学びたい。うちの娘も孫も全部あなたから習いたいって言ったら、卒業がなかったらそれ安定収入になりませんか？もう心の安定につながりますよね。心の安定につながりますよね。でも卒業しますよね。嬉しいけど寂しくない。とても、はい、そう。人間って卒業するし、習得したら卒業するだけで飽きるんですよね。いちごを毎月毎月送ってたら、多分、メロン食べたい、マスカット食べたいっていうこともあると思うんですよ。私も飽きますもん。だからやはりいちごの販売は、代金5000円もらったら、そこでいちごを送って5000円振り込んでもらって終わりなんですよね。だからこれがサブスクリプション、毎月定期的に入る飽きないサブスクリプションっていうのが
一つのキーポイントビジネスとして、はい、世界中に何通りぐらいこのクルーズ会社を用意してありますか、旅を、マナちゃん。クルーズ会社今13ですかね。13のクルーズ会社が350隻かな、今船が現存があるのがですね。でまたさらにどんどん増産されてるって。で5000通り、じゃあマナちゃんが毎月夫婦で旅行に行きました、1年間に何回行きますか。毎月だったら12回、はい、10年で120回。そうですね、あと何年行きます。ちょっと年齢がバレるんで。でも例えば30年で360回ですよ。5000通りツアーがあったら飽きないっていうか行き尽くせない、うん、世界中の旅は行こうと思っても全部行き尽くせないっていうね、どれだけでもある。しかも4月1日からスタートしたサービスの中ではホテルでも使えるようになったそのチケットがですね。で我々は100ドル納めたこと、100ドルの会費を納めると200ドルのチケットを還元されるっていう、1万円お買い物したら2万円ポイントがついて帰ってくるっていうわけのわからない仕組みですよね、これね。でもそれでも成り立つ仕組みが出来上がってます。まあこの仕組みは説明会の方で、なんでそんなことが成り立つの、2倍の還元ポイントです。まあ一般的にショッピングモールとかで行われているのが、まあ100円に対して1ポイントぐらいですかね、ですよね。何倍でとか5倍でとかありますけど、これが当倍、いや2倍で返ってくる乗船チケット、宿泊チケットが返ってくる仕組みとはどのような収益仕組みになっているのか、これ経営者にとってはビジネスマンにとってはとてもなるほどって腑に落ちる仕組みです。マーケティング学ばれてる方にしてみれば、これだけ売れる商材である、そしてサブスクリプションで飽きない、卒業がないサブスクリプションで商材がこのクルーズでホテルで、そしてこれを普及していくことによって自分もボーナスがありながら、しかも国家貢献、観光立国日本へのクルーズ普及、この国家としての売り上げにつながるんですね。海外からの顧客の集客につながる、海外の人口の増えていくところを集客する、日本人同士が戦い争うのではなくって、海外からのお客様に来ていただく集客にみんなで日本の文化をお互いの強みを掛け合わせて日本一枚岩でやっていきましょうという提案だったんです。はい、私自身もいちご農家を今後も続けたくて、そしてさらに発展させたくて、でも災害のリスクとかもあるから、面積を増やして安売りするじゃなくて、より質の高いものを海外からのお客様に買っていただきたい、輸出するんじゃなくてですね、輸出して自分だけが利益が出るんじゃなくて、来てもらうことが、自分のふるさとに来てもらうことが何より利益につながるなと思いました。マナちゃんも今日本人の経営者に向けて、はい、どのような気持ちでこのクルーズを発信していきたいですか。はい、そうですね、ありがとうございます。もう本当に皆さんも経営者の方の甘い教育事業の発展にやっぱりつなげていただきたいなと思いますし、ご家族の生活の安定っていうところにもすごく寄与していくものだと思いますので、ぜひ取り入れていただきたいなというふうに私は思います。はい、ぜひ多くの、まあこれ世界中で走ってるんでですね、もう世界中とつながってる方はもう多分他の方からどんどん聞かれてると思うんですけど、誰とこの仕事、この仕組みを聞くか、船が安いよっていうそんな低次元な話じゃありません。これはビジネスとして売れる商材、そして売れる仕組み、継続的な飽きない仕組みをですね、いかに組み合わせて自分の仕事をいかに勝たせるかっていうのを我々考えて、普及をしています。日本文化が継続発展することが自分たち の家族の幸せにもつながるからですね、ぜひ力を合わせてやっていければなという情報発信でございました。小林さん喋れる状態じゃないんですね。大丈夫です。はい、じゃあ一言いただけますか、小林さん。はい、旅行代理店の検知から一言お願いします。はい、そうですね、旅行代理店の検知からいきますと、オンラインでサブスクでしかも資格がなくてもできる旅行サービス、これの価値をですね、理解していただきたいということですね。ちなみに私は旅行代理店、3種の旅行代理店っていうのをやってます。3種の旅行代理店は国家資格を、得て、試験勉強しました。それなりに勉強して試験合格 20% の試験を受けて合格して、それから600万円のお金を積んでようやく代理店になります。ところがそんな旅行代理店であっても、世界の大手インクルーズの提携している
豪華客船の会社13社と提携関係を結ぶ、代理店関係を結ぶ、ありえません。それがたった395ドル。そんなお金で代理店になれる。勉強もせずに。皆さん、羨ましすぎます。はっきり言って。この価値をですね、理解していただいて、一緒にビジネスを広めていけたらな、というふうに思っております。以上です。一つ説得力があるっていうのが、旅行代理店で旅行を知り尽くしている方が、こうおっしゃるのと、あとは、アスカクルーズを販売して会った経験者、エージェント経験者が実はもう私たち仲間として組んでます。そう、いろんな業界人が組んでチーム作ってやって、それぞれの本業を輝かせてるんですね。まあ、それを1年間やってきて確信があって皆様にお伝えしました。で、来週もですね、ちょっと今回はですね、スタートがちょっとバタバタしてすいません。ちょっといろいろ準備段階で、うまく準備ができなくてスタートがゴタゴタしましたけども、次週もですねさらにブラッシュアップして、また土曜日の19時30分から、まあ、20時30分も超えてますけども、これで終了しますけども、次週またブラッシュアップして内容をお届けします。ぜひこうした自分の今の本業で苦戦してある方、私は自分の仕事は日本の文化だと思う、だから誇り持って続けていきたいって思う方こそ、ぜひご紹介いただいて、こちら一緒にチームになりませんかというご提案でもありました。これはこれから日本に入らせなければいけない事業だと思っています。この家族愛に満たされる旅の普及と、自分の本業の下支えになるこの事業をですね、うまく組み合わせて一緒にチームでやっていければなって、まあ、私はこのようにして喋りますし、実際にアメリカで乗った人間もいますし、旅行代理店も絡んでますし、いろんな業界の人間がサポートして、一人ぼっちで孤立することなく、チームとして一枚岩になって、みんなで日本文化のさらなる発展のために叩き潰すんじゃなくて、組んでさらに発展させるっていう仕組み作りを我々構築しておりますので、ぜひご案内いただけたらなって。多くの経営者の方に手段はある、手段はあるっていうことを伝えていただきたい。現状の延長線上で未来が見えない方、未来はこのインクルーズと絡むことによって未来は光り輝いています。とても縦列駐車、クルーズの縦列駐車なんかが日本で見られるようになったら、もう今の iPhone みたいなことになってるんじゃないかなって思いますので、ぜひ次週もご覧いただけたらと思います。興味がある方はですね、私やキキマナさんのタイムラインにつながってますので、メッセンジャーでもコメントでも結構です。個別に相談会と、ビジネス説明会はやっております、対応しておりますので、ぜひご連絡いただければと思います。では、最後に一言だけ言って、またちょっとお別れしたいと思います。はい、キキマナちゃん、今日いかがだったでしょうか。バタバタしてごめんね。はい、とんでもないです、ありがとうございます。このね、本当に先ほど申し上げた通り、やっぱりこれから日本に入ってくるものっていうのもいつどのタイミングで、こうやっぱり皆さん取り入れるかっていうところが、こうね、これからの皆さんの豊かさにつながっていくと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。小林誠さん、一言最後お願いします。はい、我々が時代を作っていく、文化を作っていく、クルーズ文化を作ったのは私たちだ、俺たちだってなったら素敵じゃないですか。自分たちの子供とか孫に、ね、おじいちゃんとおばあちゃんが作ったんだよ、クルーズ広めたんだよって言ったら誇らしいですよね。そんなね風にね、日本文化、作っていき、日本にクルーズ文化を作っていけたらなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。日本人同士が競い争うんじゃなくって、一枚岩になって共に日本文化を世界の方々に届けていきましょう。その手段としてクルーズ のこの事業をですね、皆さん選択いただければと思います。喜んでお手伝いいたします。じゃあ今日はこれで終了いたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。